おはようございます。2月12日の朝4時49分です。2時3時あたりからチャートの方を見てたんですけども、まあぐーっとね上昇していって上昇局面だったんですけども、これ1時間軸の話ですけどもね、116円の半ばをタッチして115円台に戻ってきたかなっていうところまではね確認したんですよ。それからですね、カップヌードルを食べながら今日も一日始めようかなと。まあ相場解説はね、もう昨日朝で終わりましたんで特にすることはないなと思っていたんですけども、大変なことが起きましたよ。ちょっとねチャート見てください。グゴッと掘り込んできました。こちらです。ほら1時間軸でカップヌードルを食べていたのがねこの辺なんですよ。でブラブラしてたらなんとですね、今ちょっと目を離してもう一回チャート見たらこのようなね急落が落ちてたんですよね。すごいですね。多分これはあとここで止まるとは思うんですけどもね、この辺りで。まあですんでもう止まったかなと。114円台に入ったら今度は逆に反発が始まって上昇に向かうかもしれない。まあ正確にはね、またあの14日月曜日にまたお話ししますけども、まあいいところで終わりましたね。本当にここを逃して利確をそこでして、じゃあ今週はもうこれで取引終わりですよって言ったところが良かった。運も味方のうちですよね。金曜日の夜ってね、大体ね、まあ、いろんなね、資金の流れが起きるんですよ。まあ、ですんで、この大きな下落も、まあ、ないっちゃえばないんですけども、これは今回大きかったですね。この幅は。おおむね1円以上が一瞬で動きました。これをね、売りで取れてる方いないんじゃないですか。さあ、こういう時に考えるのが、要人発言ですよ。何があったんでしょうね。うん、まあなんかねニュースが入っているのかな。インフレ市長、うん、金利為替のニュースを見ていくと、ロンドン外為11日ユーロ対ドルで下落、 ECB の金融政策正常化の思惑後退ということですね。何が起きたんでしょうね。すいません、ニュースはね、こちらです。こちらを見ていたんですけどもね。ちょっと、これだっていうのはわかんないですね。こちらでも下落が落ちてます。かなりの下落が。まあ、なかなか面白いじゃないですか、でもね。まあ、言うことはあまりないかな、でもな。だからナイスなところで離脱しときましたよね。だからやっぱり私のトレードスタイルって、この大きなマイナスを食らいにくいわけですよ。もう今回みたいなビッグクレバスが来る前にもう取引を終えてますから。で、今回の動画でちょっとお伝えしたいのはね、大きな振れ幅が来そうなところでは、まあ、そもそも私はトレードしてないわけですよ。最初から。材料相場とかね。まあ、それがいつも、いい方向に動いてますよね。でフォーメーションがしっかりと見える時って、やっぱりブレイクの時ぐらいなんですよね。大きく動くのって。だからファンダメンタルで大きく動く時ってのは、そもそも私相場に資金を入れてませんから、エントリーしてませんから、あまり関係ないかなってことです。だから深追いはしないというところですよね。まあ、今回もそれが良かったなと思いますね。もしかしたら今回の動きで転換が始まるかもしれません。トレンドの方向に戻るっていうのが基本ですけども、今回はね、もしかしたら、114円台、113円台の方向に行くのかもしれないですよね。転換を迎えて。まあ、転換の兆しはいろいろと考えられるんですけども、とりあえず、あれですね。まあ、日曜日や、土日と頭をね、冷静にして、月曜日からの相場解説お楽しみしてください。まあ、ワクワクしますね。いや、14日からの週何が始まるんだろう。もしかしたら、大幅な転換になるかもしれないです。全時間軸の、買い方向が徐々に売り方向に切り替わっていくようなね。そんなドラマを感じますね。じゃあ、お疲れ様でした。